三人で無理なら一人ずつ確実に減らすまで。ファット、なんでおらん。俺も先生かばおうと飛び出して。それより気張っとけ。強くなれた気でいた。畜生、アンブレイカブル時だ。ヴィラン退治はいかに早く戦意喪失させるか。こっちが先に喪失してどないすんねん。こんな三下とっととぶっ飛ばしてみんなのとこ戻るぞ。ひこもりだ。勝負してみようやラッパ君。やっぱりお前はいいタイプだ。あと俺をかばって衝撃を受けきるでねはずなのに、何やってんだよ。飛び出て一番の必殺技をあっさり破られて足手まといになっちまって。倒れねえでくれよ。やっと肩が温まってきたとこなんだから。ハットガムが死んじまう。俺のせいで何もねえのかよ。チビ野郎、効果破られたら何もできねえのかよ。何もできねえのかよ。君さ、聞いたんだけどさ、葉っぱを変化させる個性なんだってね。ダメですってば。おいおい、後輩脅して小銭稼ぎか。男らしくねえな。誰？あ、芦田美奈だ。四組の。帰った。しかも和やかに。美奈、いた。芦田、遊泳受けるらしいよ。それと比べて俺の個性はこうか。しかもちょっとだけ。正直冴えねえ。正直だぜ、俺に派手な個性があれば。プリンガーのヒーロー事務所はどこですか。誰か、いや、お前が行けよ。行けよ、行けって。あっちの角曲がって大通りを左に。ありがとう。なんで行かなかった。この春、強力なヴィランに抵抗し続けたための中学生が話題になってた。本当に怖え時、本当に命を懸けて動かなきゃいけねえ時、てめえの本性が現れる。俺はヒーローどころか男でもなんでもねえ。初めて個性が発現した時、うっかり目を切ってしまったそうだ。以降しばらく自分の個性が嫌だと泣きじゃくっていたらしい。そうじゃねえだろ。危険に身を投げることへの恐怖はないのでしょうか。あるに決まってんだろ。父に飛び込むのに怖くねえやつなんぞ、よほどのアホだけよ。あなたにとって男気とは。心の在り方だ。自信を持つとか恐れ知らずだとか、一度心に決めたならそれに準じる。ただ後悔のねえ生き方、それが俺にとっての男気よ。ごめん、俺あの時二人を見てたのにビビって動けなかった。全然いいよ、普通怖いよ。なにその頭。ここをデビュー、角ある角一緒だ。そうだよ、あんまいじるなよ。もう絶対後悔しねえ。霧島的にはさ、あの時のこと辛かったんだね。悪いかよ。ちゃんと霧島の中で乗り越えられたら、そん時は教えてね。悪い。もう二度と後悔しねえ。割れたそばから固めてけ。耐えろ、守れ、信じろ、リーダー。俺もお前らもデッドライオット級ヒーローの男気よ。矛盾勝負、こっちの勝ちや。